ダーシャささん、かんちゃん、ちゃおぼぼマサさんありがとうございます。あ、そうよよみんな明日よということで今日はあんまり遅くならないようにしようかね頑張ってコラボただいまです帰ってきたしんいちさんファントムさんかずしさんやっくんあきやんつっくんためぞおちゃんもみしばさんトラックや郎さん ユウさんはじめまして。ありがとうございます。ゆうさん。ひらがな。HK さん。かずちんさん。プロトンさん。かりたん。かのうさん。あ、豆乳です。本日の豆乳。みひろさん。ありがとう。けんすけ。ただいま。ジェームさん。おっ、お久しぶりだ。堀さん。ありがとう。見てくれて。のせれたよん。トトロさん。若かさん。ゆっきーさん。 カカタカナユーささんんグッチーあ村ピーさん楽しみですこちらこそ秀幸さんコバキンさんありがとうロッピーさん花粉症5日目にしえ重症やねお大事にあそうなんですかそりゃ大事な日じゃロッピーさん寝てくださいお大事に、ね ローマ字元気さんこんばんはキュインさんリュウさん楽しみで寝れないかもーだって私もです <laughs> 本当ほんとにスコールさんただいまお天月さんだありがとうあコロボありがとう今日はこのパーカー着て帰ってきたおひふみまるさんもえひめいらっしゃいおきおきけさんねこぷ ありがとうこれから夜行バスであ本ほんとえこれからありがとう待って気をつけてよしぼうさんこえぽんさんブレイブさん月みそうさんありがとうあよしぼうさんレインボースターやったチョコもありがとうしたらさんやっぽうさんこんばんはなみしばさんプちチありがとうねえ日いよいよだね 楽しみですありがとうガッコンさんありがとうンシャハさんレインボースター塾もありがとう嬉しいマサさんプチありがとうございます明日会えるの楽しみに待ってますこちらこそ楽しみに待ってます白熊さんキングサさんトゲーありがとうございますおお帰りなさい松山帰ってきたの やまっぺーいいなあスカの湯入ってきたのいいないいないらっしゃい愛媛電車なくなり歩き中って言ってるあれあそうじゃんしない電車もえ市しない電車ないよねもうトラック野郎さん嬉しいありがとうユッキーさん誰もありがとうハートもありがとうございます シュムコップさんありがとうございます明日とっても楽しみにしてます私もですバンドメンバーさん参りうん、あの一緒の飛行機で来たよ、今日だからあの今日はね、愛媛のあのご飯を食べて一緒にご飯食べてきましたそうなの、あのえっとね、ベースのしずっぴさんとドラムのななこさんは初めて愛媛に来たらしくて いらっしゃいのご飯食べてきました一緒にあそうなんよジェームスさん見つけてくれたボーカルオーディションのねそうなんでしょミュージックブースト」っていうあのボーカルオーディションの宣伝の広告にして頂い,いてて私 TikTok とかで多分流れてくると思うんですけどちょっと前からね流してもらってます あらありがとうジェームスさん鳥ちゃんさんガッチさんヒロくんありがとうてーへんさん2週目いってらっしゃいスタンコさんバンクーバーさん村上さん野良犬さん鍋ちゃんしずぴさん来てくれたしずぴさんありがとうございますあの明日 えっと、演奏してくれるベースのしずぴさん来てくれましたそうださっきご飯でちょっとい見に行けたら行きますって言ってくださっててえ嬉しいしずぴさんありがとうございますさっきはありがとうございましたたかさんレインボースターありがとうございますわあ嬉しい明日よろしくお願いします <laughs> さささんフォーングさんこんばんはさんんこばはただいまちちとゃんありがとう気をつけてねこちゃんちゃんさんえっとボッシュさんありがとうキャメさんあられありがとう竹山いつさんたいしくんさんあそうなんだそっか渋谷に間に合わなかったってそっかそっかまたお会いできますように。 お、白夜さんありがとう TikTok 見てくれてあ待ってナナコさんも来てくださってるありがとうございますドラムのナナコさんも来てくれてるよ <laughs> 待ってナナコさんアバターアバターがこれめっちゃ今入れてくれたのかなショールームありがとうございますあのしずぴさんも嬉しい ありがとうございますショールームをインストールしてくれたんやこれ絶対明日はよろしくお願いしますあみんなしずぴさんとななこさんにコメントきてる三等賞さんありがとうございますえー、のりたまプチありがとうお、ゴンちゃん2100回訪問だよ <laughs> ひな太郎感謝のひな吐く <laughs> 今日あの祖父母からも誕生日プレゼントもらいまして今も早速使ってるんやけど電気毛布もらったんですよ電気カーペットか電気カーペットもらってこちら電気カーペット敷きながらちょっと配信してますちょうど自分のこう座る範囲くらいの毛布いたって。 毛布もらったで母からはなんとあのお洋服をもらいましてちょっとこれは次のネット M リーグとかに出演させていただくときに着ようかなすごいおかわいいおしゃれっていうのをいただきまして母に家族からももらいました ちょっとかわいですねおありがとうユッキーさん髪かなありがとう大将さんセミありがとうございますえ見てなーいあ私まだそう9まで行ってないなその天生王女のやつとりあえず明日まで結構バタバタだから明日が終わったらちょっとゆっくり期間でアニメ見ようかなと思ってアンジュビオレさんありがとうスエさんただいま ジョーキングさん元気だよ今日も <laughs> ありがとうさあ山ーよかったらミュージックブーストえっと調べたら出てくるもんなのかななんかね TikTok とかでこう流れてくるようになってんだけどせんパパさんありがとういやコロボバンドメンバーと一緒だったんだけど席はバラバラだったのね今日でしかも私今日寝てなかったんでしょ 普通に何か今日 TikTok あげるからそれのなんか編集とかしてて富士山今日も京都って見逃したよね心も <laughs> でも通路側だったからちょっと見えなかった <laughs> そうなのえアマンダ行ってたねって何で知ってんののりたま誰かがつぶやいてたかいちゃんかな広くおやすみなさいごく空さんありがとう ユッキーさんこんばんはありがとうあようちゃんありがとうございます24歳と1日目明日もあよかったありがとうコラボ明日晴れなんだねえマジ心配してた明日晴れなのかどうかありがとう寒いのか三等賞さんありがとうありがとうございました お、キラさん TikTok 見てくれてありがとうああそうギルクラねギルクラは絶対入れたいと思ってたので入れられましたありがとうああまとうさんありがとう気をつけてバスの中からでいてユッキーさんのプチをめたかありがとうせんぱぱさん あブーちゃん、ブラッチさんあ、言ったわ、ブラッチさんが言ったわ大将さん、セミありがとうございますあ、これ読んだごめんここも読んだ <laughs> しずぴさん、あ、しずぴさんよろしくお願いします めっちゃ楽しみです明日 <laughs> 嬉しいおばば、レインボースター1個もありがとう嬉しいワンガンさんあ、そうなんだ花粉症言ってたよね、ひどいってあら、本当。みんな花粉症で今病院行ってる時期なのかな マササーティワンさんありがとうございますこちらこそこの前はありがとう新一ありがとう待ってますカウントとまー、あ、ちゃんありがとうございますねななこさんもしずぴさんも嬉しいね国彦さんおありがとうゴろボあーありがとうございます 10時半に捨て干ししてくれたのねピロクルセミありがとうあ、新一セミありがとうございます40分に星集め行ってきますあ、行ってらっしゃいありがとうデカちゃんやっほーデカちゃんヤツフサさんありがとうあ、ななこさん明日楽しみですねよろしくお願いいたします楽しみです今日食べたやつ紹介しようかな 今日ねめっちゃおいしいとこを連れてってもらって「トトラさんセミありがとうございます」「おやすみ今日もありがとう」うわ「わいずき i ありがとうございます嬉しいね竹山の曲演奏してもらって。 そうアンジュさんこれももらって無調整豆乳クッションですこれよいしょちょっと一回置くねこのちょっと今日食べたもの紹介するあこれは違うねこれはちょっともらったけいくよみんな じゃじゃんあじゃじゃんやばくにゃな,なんとハギを食べてきましたあごめんフグじゃんハ,ハギハギですハギいやめっちゃ美味しかったんだけどこれ えそう、すごいねトゲハギのお作りですいやめっちゃおいしかったハギとねーあでも待って意外と写真あそう今日はねだから忘れないようにさちゃんと名前ちゃんと名前取ってきたからこれあれあれこれ <laughs> これお店の名前じゃない <laughs> ただのおもてなしやこれ <laughs> やばい結局名前わからんわごめん <laughs> あれこれお店の名前書いてんのかと思った <laughs> 思ったら <laughs> おもてなし <laughs> 待って終わったじゃあわかんないみんなごめん <laughs> えごめんえちょっと待って明日聞いとくわなんていう名前やったか <laughs> 終わったえー、あそうで,で食後はこちら食べ過ぎやろう言うていちごのケーキとこうアイスコーヒーですね いやくれ完全にあの普通に <laughs> 今の今まで気づかなかったえごめん地下乗り過ごすとこだったごめんごめん <laughs> え食べ過ぎそうかな <laughs> 今日もてんこ盛りのご飯食べてきたよ そうだね、この割り箸この割り箸なかなかあの珍しいと思うからさあ待ってしずっぴさんも名前覚え出せないよかったよく,よくないけど <laughs> えしかもしずっぴさん「アバターを私の」にしてくれてありがとうございますあのそのちょっとよくあの、名前があ、なんだっけこの子タコタコのやつわ嬉しい ちょっと一回戻ろうかなあちょっとじゃあこのこれをちょっとこのラジオを機に3月2日の時にね4人で撮ったショットを載せてなかったのよね載せ,載せたいんだけど明日はちょっと載せたいと思って,思ってるんですけど4人で NN で撮ったやつがありましてあちょっと。 私の顔の顔の何あの主張がちょっと私の顔の主張があのでかすぎるんですけどそれは気にしないであんまり <laughs> 4人で撮りました <laughs> あのななこさんしずっぴさんかいちゃんとねこれは2日の時に撮りましたねそうなんですよこれ載せたかったんだけど 5日,に5日にもちょっと4人で撮らせてもらおうそんな感じでそんな感じです <laughs> <laughs> では戻りますね結構読めてない なんてこと、なんてこと本当にね、おもてなしだったさっさやっぷう,そうーさん、アマンダ <laughs> ローマ字のユータハさん、こんばんはありがとうございます。 さんセミまでありがとうございますえっとプレゼントがあ事務所ですねいやそれか送られてきてるかもしれないけどいやまだだな多分そうなのうわえなさんありがとうございます愛媛もぜひお待ちしてるねまた会えますようにフジモンさんコシさんお兄さん睡眠鏡さん トラガンバさん、ドナルドさん、ありがとう。あ、ブラッチさん、セミ、ありがとうございます。お、おー、ありがとう明日。ゴエモンさん、オーバーカナルの念願のスフレオムライスは、え、待って、オーバーカナルふわふわで美味しかった。あれか、あの、あれだ、あの、ホノピーといったとこかな。食べたやつ。美味しいよね。 サノピアノさん、ポップマスターさんサカピーさん、えー、愛媛来て <laughs> ありがとう暴飲暴食の王さん、ありがとうそうなのよおしつりさん、ハート、ありがとうねあ、今日は曇りだったから富士山見れなかったかなんかね、愛媛曇りだよね、今日 東京はねまだ晴れてたような気がしたんだけどフジモンさん2週ありがとうございますお松山の夜満喫してるどっか食べに行ったおそうブラチさんミュージックブーストのあホームページ載ってたよかったトキキさんカズレットさんありがとう天桃さんプチ ありがとう。松山行きのバスの中ですが消灯時間で真っ暗ですが今日もひなおちゃん輝いてる <laughs> ありがとうそれ物理的にも光っとるね <laughs> ありがとう松尾さんハムチアんお風呂入ってたら始まってたっていいなお風呂。 ーさんありがとうあアントワヌさんそうちゃん昨日のなんかコメント最後読み返してたらさ「今日誕生日なんだ」と思って「アントワヌさんおめでとう!」ハーーーー「ハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデイトゥーユーハッピーバースデーディアーアントワーヌーさん」 ハッピーバースデートゥーユーおめでとうアントアヌさんおめでとうございますいつもありがとうございます一日違いカノオさんだるまレンジャーありがとう秀スさんいらっしゃい豆柴さんありがとうございますセミと明日のライブに備えていっぱい寝るんだよって ありがとう寝れるかな <laughs> い,かいちゃんも来たら全集合あなんかかいちゃんがまずそのなんか「行けたら行くね」って言ってくれとって今日の配信もしかしたら来てくれてるかもしれないっていうえしずぴちゃんアマンダのケーキめっちゃおいしかったですよね そうなんですよあそこはあのサンタサンタっていうとことなんか提携してるというかしててそサンタサンタがケーキのお店なので、まあ、ケーキカフェみたいな美味しいんです <laughs> 美味しかったエイジさんありがとうございますオカムさんありがとうおひつりさん待ってます明日楽しみプチとありがとう ユッキーさんも楽しみだねセミありがとう確かにユッキーさん r 1飲むの欠かせないかも r 1私も気づいたら買って飲んでますなんかめっちゃ風邪とかにもいいとかって滝野さんあ明るくしましたありがとう嬉しい小田っちさん宮内さん小説家さんかなぽんさんありがとう楽しもう明日 ミーパパさんセミありがとうございますディー赤さんプチありがとうございますあ、花粉症辛いねだから今日も飛んでたっぽいコリさんセミありがとうありがとうございます嬉しい花粉症はジビカは込むから内科に行くといいあ、そうなんだらしいですよ 内科に行くといいなってカノーさん奥様セミありがとうございます母からのタンプレは画伯のイラスト入りいやなんてよ <laughs> そんなサインみたいなサインみたいになってるやんそれ <laughs> キーちゃんタイムはあるさキラさんキーちゃん今元気に元気に机の上だよ <laughs> い きなこ、きなこ、きなこ <laughs> めっちゃ目合うんだけどきなことやばいボンさんかいあかいちゃんかいちゃんこうかかいちゃんじゃないですかもしかしてこのかいちゃんは あ絶対そうだカイちゃん「おはようございます」って書いてるもんカイちゃん押したらあのいつものツイートの「カイちゃんありがとうございます」来てくれてわあ待って皆さん来てくれてるんだけどこの配信え嬉しいですありがとうございます明日よろしくお願いしますあっ大しくんありがとう 嬉しいねおだっちさんありがとうあれ白夜さんエンジェルビーツ見てたのあらえ何で見れるんだ今えー、っとあそうなんだまー、あ、ちゃん日曜日休みが取れないんだまたやるさかのうさんあられありがとうこうじさん愛媛なういらっしゃい いらっしゃーい。おもてなし。<laughs> 看板取ってこないとだね、本当に、次は。 浅らさんいらっしゃい。ありがとう。カリタンカウントありがとう。あ、新次さん2.5周。ありがとうございます。たくさん。堀さん、天使の奥まありがとうございます。ありゃうれしい。パタパタパタ。堀さんありがとう。うん、ブラッジさん、明日アイスコーヒー。美味しいよ、アマンダのアイスコーヒー。 おにぎりが大きすぎたあそうそれあのかいちゃんが言ってくれてるんですけど待ってその写真はねちょっと待ってあのスタッフさんがえっとねスタッフさんが頼んだんだよそのシャキおにぎりを最後に食べたいって言って頼んだらもうあのどれぐらいって言ったらいいんだろうね。飯太郎なんか フライチってもも信じられない大きさで来たわけそのしゃげのおにぎりがみんなで驚いて写真あるかなそのおにぎりだけはないんだよな多分あこれこのこのスタッフさんのをこうちょっとでもこれじゃ <laughs> これじゃサイズ感分からん <laughs> えこれじゃ大きいのか小さいのか分かんないよねこの このこんなに拡大しちゃったらこれがねすっごい大きいんですよこのおにぎりが人の顔くらいあるんじゃないかなでもこれダメだ大きさわかんないわ <laughs> あ大きいのわかりますかよよよかかかっっったたた このおにぎりが本当に大きかったんですよで食べていいなって言ってるクリボーさんありがとう虹色さんハートありがとうございますアントワンヌさん2週ありがとうございますあ、そうか4回目だったんだうわー毎年ありがとうずっとありがとうございます来てくれて 愛媛か「愛媛県高3です」だってうわっうんと、うんとわさんっていうのかな「銃に葉っぱの葉」って書かれてる方はじめましてありゃ愛媛県だってしかも高校3年生ということはもうすぐご卒あもうご卒業か ピルクルクあ運転お疲れ様気をつけてねえ嬉しい大澄さん髪の毛明るいひなおさんめちゃくちゃいいっでありがとうございます嬉しい大澄さん来てくださってますやばい全員集結してるかもこれあかカイちゃんいるよーって言ってくださってる <laughs> ワンガンさん太鼓の奥摩ありがとうございますあら嬉しいワンガンさん ありがとうございますあ、上澄さん明日は愛媛行きませんそうなのか <laughs> 皆さんお会いお願いしますだってみんなこしさん二週とカウントありがとうございますありがとうティックドーク見てくれてそしておはようそう、ようちゃんあの祖父母にもらったカーペットは東京に持って帰ろうと思って はるたこさんありがとう。ゆっきーさんフルありがとうございます。僕の名前を呼ぶ君の声胸のポケットにしまって、夜るかけるのを待っているありがとう。 竹山めいさん、セミありがとうございます大住さん、間に合ったこんばんはハギ、食べれないぜいや、今日大住さんの話してたんですよ、そのみんなで大住さん、お魚食べれないですよねって、そう言えばすごいみんなが共通認識で知ってましたよ、大住さんのあの、お魚苦手 <laughs> お話してました さんセミありがとうございますアマンダ経由でライブに行こうあぜひぜひあの大海道だから近いしねよいよいわあキラさんそう言ってくれて嬉しいカウントと「渋谷の瀬戸で最高でしたので明日来る方楽しみにしていて」って言ってくださってる俺ピーシンタンタンさんありがとう 指どうしたのこれはもうあのライブの時にあのライブの時じゃないライブの日かでも爪割っちゃったんでしょ真っ二つにあちょっと治療中 <laughs> あおめでとうってアントワンヌさんに「スバルさんいらっしゃい」「おだちさんおう全然こちらこそありがとう来てくれてカタカナのカズさんいらっしゃい」「みぃパパさんありがとう頑張ります明した」 トラック野郎さん、ぜひおいでませ。ようちゃん、セミ。<laughs> めっちゃ待っとるやん、画伯クイズ。画伯クイズはあんのかな、わからん、あるかな。ヤっくん、だるまレンジャーとセミまで、ありがとうございます。あ、待ってます、明日。嬉しい。八六さん、ありがとうね。楽しみだわ。秀樹さん、ありがとう。海子さん、マーティンさん。 ありがとうポブマスターさんセミと楽しみですありがとうエイジさんもセミありがとうえ待ってますローマ字のマサさんお帰りなさい帰宅したってネコプセミありがとうネコプ秋夫さんいらっしゃいヤップーさんアマンダよく行くいいよねアマンダえヤマピー道後温泉のスタバ飲んできたんだうわっいいなそれ みんなにみんなと言ったらよかった道後の下場ってめっちゃ雰囲気いいよねあのなんか愛媛にしかない雰囲気出てるよねおひつりさん小判ありがとうございます奈良市ゅんさんカウントありがとうございますお店のヒントはないのっていやお店のヒントはないんだけどあの 私住所は覚えてるかもしれないも <laughs> しかしたらその今日食べたとこなんか行くのに住所を入力したんだよね今日二番町だったんだけど愛媛あ松山のもうほんと繁華街みたいなとこ何だっけ二番町のワンガンさんセミありがとうございます豆乳クッション久しぶりやねおりますよここにまた。 ありがとねかのうさんかわいいありがとうたかちさんクラッカーありがとね <laughs> キリンさん二週ありがとううさといさんいきなりアマンダだったいらっしゃいきくちゃんさんありがとうしんじさんハートありがとうございますあ、ロッピーさんお休みお大事に 本当に。えっと。あ、ここはやめてたのか。すごい変な遡り方しちゃって。まー、あ、ちゃん、ハートありがとう。ここもやめてたね。 きーちゃん出番待ってる虹色さんセミありがとうふわり長浜海岸風早長浜海岸かえ長浜行ってきたの虹色さんえー、そうなんだ北条店にも寄ってきただってあの旗だのうわそうなんだえすごいよね皆さん集結してくれて。 とクリボーさんありがとうございますアントワヌさんに胸高さんレインボースターめっちゃいただいてありがとうございますリュウさんマハートありがとうユッキーさんもちろん明日のセトレ決まってますよ 白夜さん e m まで見れたかそっか今 a b まで見れるんだあ期間限定かえ私も見ようかな底辺さんフルありがとうございます底辺さんは嬉しいなあそっかめっちゃゲリラだからありがとうフルしてくれてかいちゃんのギターソロ最高ってだよねグッチかっこいいよね本当にいや大きさわかる お茶はいっぱいくらいえぇ、ー、なんかそれ以上あったように見えたなローマ人のよしさん花束ありがとう TikTok 動画あありがとうございます見てくれて明日行ってくるおしんいちありがとう四十分あもういっちゃいったか かのうさん流れ星ありがとねお猿さんありがとうスランプコアンありがとうノラタン,ンんさんおかきあ間違えたあられ <laughs> あられ,れがありがとうございますその上におかきさんのコメントを来てたからあられのことおかきって言っちゃったおかきさんいらっしゃいミスターブーさんノムさんたけみちゃんさんありがとう カノウさんレインボーした、コイポンさんサイリウム、ありがとうヨッピーさんフルーありがとうございます。え嬉しいハラメタルもありがとうございます。えやったーありがとうカノあオカムさん西週とかっありがとうございます。かぶりつきたくなるおにぎりだーってえそうなんだ私もめっちゃ美味しそうだなと思いながら横で見てた。 バンクーバーさんセミありがとうございます。伊藤さんいらっしゃい。大隅正一魚の金なんですってそうなんですよ。大隅さんと話しましたよね。お魚うん名字が大隅って魚入ってるのに食べれないんだって。プライベートジェットさんこんばんはありがとうございます。 そそうそうヤマピー私もね小さい時も大人になるまで魚苦手だったんだよね釣りするんだけどのっぽさんありがとうございますあそういうことね山ピー名前にウオが住んでるから魚住んでるから食べなくても大丈夫やってあ清水さんこちらこそありがとうお待ちしてます明日 あおはなさんおはなさんありがとうはなちゃんおそらちゃんもありがとうよっちさんいらっしゃいとろけるさんプチありがとうえい、ー、さくさんありがとうございますありがとうチワキングさんそう言ってくれて道後の下場の向かい側の2階にあるカフェ あ、白鷺かな私も好きあのカフェ外が見えるとこじゃない違うかなヤマピーセミありがとうございます明日はまた再あ、本当ありがとうベッドはさ、後ろからも見えやすいですかねあのライブ見るのに私からはさ、めちゃくちゃ見えやすくてレッドから見るあの皆さんのお顔が あでも私から見えてるってことはみんなからも見えてるのかいいよね冷凍めっちゃ待ってます山 P アマンダの話してないヤップーさんあの夜ご飯の話してたハギハギのお店えっ猫プえそうそうだったかもしれないしゅそうだったっけ ここは松山二番町の店ずるい男の夜明けのブルース <laughs> ひとみさん、えー、緊張はしてますけど楽しみです <laughs> 緊張でも今はしてないかな楽しみですねとても おしつりさんありがとうあのラブレターおっへんさんほんまに知らないアニメばかりだったあれ意外とねもう十何年も前のアニメなんよでもぜひおすすめなので見てみてくださいあれ今回今日出したアニメは4つ出したけど 二個目何言ってたっけ私あクラナドかあじゃあ全部もうめっちゃ前の十何年前のアニメですね今回ね「かりたん2ありがとうみひろさんハートありがとうございますニュ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 」 ニュー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 え虹色さんいいね温泉街のホテルでまったりしてんだもうそのワードから羨ましい温泉街のホテルでまったり羨ましい大将さんフルありがとうございます明日たの24歳になって初のエブあ確かにえめっちゃいいこと言ってくださってありがとう。 明日そうじゃん24歳になって初めてのライブじゃん明日ありがとうお仕事いってらっしゃいダーシャハさんあられありがとうえっコぷほんとおつひなの,の湯飲みで飲むお供は格別だったって言ってくださってる嬉しい新一フルありがとうございますいや 待ってお店わかんないかもまだそ,かそういえばそうだみんなわからんみんなわからんかもその,あのおにぎり頼んだスタッフさんが予約してくれたお店だからその人に聞けばわかる明日聞きたいな鈴風さん流れ星ありがとうございますあまはムーさんいらっしゃい鈴風さんハトありがとうございます ローマ字のマスターさんハートありがとうおひつりさんレインボースターありがとうえ本ほんとやん55分やんもうこしさを振るありがとうございますバンドの「ございます」はいつもとまた違った雰囲気の曲だってえそうやろ楽しいやろあの曲いや愛媛で明日バンドであの「ございます」やりたいなって思ってて楽しみだ お猿さんセミありがとうあ明日のためにコンディション整えておきましたってうん体調気をつけてありがとうあセミ亮さん本当ありがとうフルしてくれてありがとうねカンちゃんもフルありがとうございますえキラさん私もですよ私も釣りは好きだけどあのリリースしてることが多い 今もちっちゃいやつはもう全部返して、ね、食べれるやつはちょっと美味しくいただいておりますうんベンさん本当癒しボイス BGM に聞かせてもらってます <laughs> ありがとうスエさんプッチありがとうございます意気込みですかえー、あの二十四歳になって初のライブなんで あげていこうと思います明日は声出しも OK なんでぜひ全力で声出しててください盛り上げるぞミルさんこんばんはありがとうローマ字のベイスさんありがとう声棒さんアンプ。アンプありがとうあそっかそうだヤマピレッド柱があるんだよね大きな そこをねちょっとよけてもらえれば <laughs> 渋い男かいづきよおっヒロさんありがとうございます浅はかのヒーローさんやけのブルースいづきヒロシさんのアントワーヌさんフル ありがとうございます明日は勝手に自分の生誕も兼ねてると思ってお祝いしたい明日おめでとうって会えた会えるのかな明日あのお話できるのかなありがとう待ってますようちゃん結婚してありがとうおかきさんバラありがとうアントンヌさん流れ星ありがとうめっちゃくれてピカルン振るありがとうピカルン お弁当箱もありがとうございますコージージささんんミクさんこんばんは。ローママ字のマサさんフルありがとうございます嬉しい。ストリートくんいらっしゃい。ローマ字のマサさんレインボースターありがとう。ストリートくんチューリップありがとう。ジッチさんこんばんは。あっコタロウさんありがとうねー。おやすみー。ありがとう。 大将さんファイトファイトいただいてありがとううんユッキーさん楽しんで本当にグッチフルありがとう明日も楽しんじゃってってありがとう楽しみです堀さんフルありがとうございますあら遅くにありがとう あようちゃん。は正解きた。正解きたようちゃん。萩のお店、ロ、ロベントだ。ロベント、ロベント。みんな、ロベントでした。洋知屋、ありがとう。そこだ。そう、言われたらめっちゃ思い出した。ありがとう。では、ちょっと一回追いついたから。今日のお友。<laughs> <laughs> これどこから仕入れてくるやろうなこれ母が何か買ってきてくれたんですけどなんか「デコポン!」っていう飲み物で、ね、飲み物ですしかもこちらなんと熊門が見切れておりまして熊本のデコポン <laughs> 熊本の愛媛県で熊本のデコポンを飲むと。 飲みたいと思いますあ、お、ベルさん僕の地元ですねでは、お泊まる方一緒に乾杯うん美味しい甘甘い そうあのギターのかいちゃんも熊本出身なんですよねジューシーは熊本で給食で出てたんですかこれ強給食でこれ出てたんですかえめっちゃいいじゃないですか美味しいそうかいちゃん熊本 今日皆さんの地元の話してたんですよかいちゃん熊本なんだって熊本はね一回ライブで行きましたよねなんかあの松山と熊本は似てるってかいちゃんがなんか路面電車も走ってるしなんか街並みが似てるらしくて良いって言ってくれました 運動会の練習終わりに出てくんですかこれめっちゃいいじゃんデメキンさんありがとうおいしいいいサイズだなこれあそうそうお城もあるしね熊本地下鉄ない そうよえこっちも地下鉄ないよ松山もではランキング読みしてこうっと13位ピカロンありがとうピカロン遅くに12位大将さんありがとう大将さんあら嬉しい今日もありがとうございます11位加納さんだ加納さんありがとうたくさんいただきありがとうございます 10位、ローマ字のマサさん。ありがとうございます。ありがとう、今日も。9位、よしぼうさん。ありがとう、よしぼうさん。誕生ありがとうございます。あら、嬉しい。8位、伊豆きュんだ。ありがとう、伊豆きュ今日もありがとう。ラッキーセブン、オしつりさん。7位。ありがとうございます。明日はいい日になるぞい。お待ちしてるね。6位、ワンガンさん。ありがとう、ワンガンさん。 嬉しい今日もありがとうそして5位、ホリさんありがとうホリさん5位です <laughs> たくさんいただきありがとうございます4位、オボボありがとう嬉しい今日もたくさんありがとうございますそして3位あダーシャハさん嬉しいありがとう3位です嬉しいな今日もありがとうございますそして2位アボン 胸鷹さんありがとうございます胸鷹さんにありがとう嬉しい今日もありがとうございますそして今日の第一ルルルルルルンアントワンヌさんわーありがとう一位嬉しいですありがとうございますアントワンヌさんおめでとうそして昨日は <laughs> えー、2257名様たくさん来てくださってありがとうございます遅いのに毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです今日もありがとうお三山東省さん古田ありがとう山東省さんじゃあちょっときなあれきなこお待たせきなこきなこ きなこはきなこあららららきなこう,うんちょっとこれはねもうきっとこれ眩しいんだよねきなこ目、ね、どうしたん？うん。で めいそうだよねきなこめいたいきめいたよこれバイバイするもん今回はねちょっと愛媛にもちょっと長く入れそうなのでまたあの近々きなこちゃん登場してくれると思うよ。 バイバイ花粉症え猫も花粉症になるのかなということで久しぶりのきなこよしじゃあ最後一曲歌って終わろうかな毛の色がおれ、本いほんとだねきなことお揃いなんだけど ではではでは一曲今から歌いたいと思いますので何でもリクエストお待ちしてますリクエストタイムよいスタートこれつかんかなあついたついたこれあれだ私高校の卒業記念でもらったペンだ久しぶりに握った あこれ私があのマージャンプロテスト受けるときに点数計算問題してたもう暗号みたいだったよこれオリオンなぞ明日も明日もいいね夜にかける さんが裸の心いいね。ブラッチさんフルありがとう。レアサーキュレーション。ブラチない,いね。エゴ ист エゴ ист。制服赤いセータピー。多様性。暗号極上だって。<laughs> <laughs> ボーイフレンド最後の飴粉雪ゴッドノーズよし決めようかなうわーどうしようかな迷うな。 ながら歌えるかしら？おいけそう。 味付けのりひとさん <laughs> はじめましてありがとうよいしょじゃあ今日は裸のこまで といことでアイミョンさんの裸の心でしたリクエストありがとうございましたよや初見さん来てくれてたよねぜっちゃんさん読んでたよありがとうねよいしょありがとうございました でね、あユッキーさんかユッキーさん、ありがとう。あベルさんもミラボいただいておりました。ありがとう秀吉さんネコプ、次郎さん、ありがとう。竹山明一さんおさむさん。 ミーパーーさんバックハウスさんありがとうよしぼうさんありがとうございます鈴風さんありがとう竹山めいちさんもありがとうねーそれでは遅くまでありがとうございました明日愛媛ライブ来てくれる方気をつけてねー楽しみお待ちしてますおやすみ54321バイバーイ待ってまーす ありがとう。